今日朝から結構日差しが強くて寒かった、あ、違う、嘘、暑かったんですけど、ちょうど夕方になっていい感じの気温になってきたところで、皆さん楽しんで私のステージを聴いていただけたら嬉しいです。早速1曲目の曲聴いてください。ハンプバックさんのカバー曲で、背景少年よ。夢はもう見ないのかい、明日が怖いのかい、諦めはついたかい、バカみたいに空が綺麗だぜ、今はもう見れないさ、あいつも変わったな、笑い合った日々をバカみたいに思い出している、ひび割れ青春だだこでしょうね、忘れちまった再起図、神様なんていないぜ、鼻から信じてないさ、僕たちをこのままで、あーもう泣かないで、君が思うほどに弱くはない、あーまだ追いかけて負けっぱなしくらいじゃ終われない、夢はもう見ないのかい、明日が怖いのかい、諦めはついたかい、バカみたいに空が綺麗だぜ、改めましてこんばんは。名古屋を中心に活動しています、高校1年生16歳のあずみです。よろしくお願いします。1曲目に聞いていただいた曲は背景少年よという曲で、カバー曲を歌わせていただいたんですけど、残り2曲歌うんですけど、オリジナル曲でお届けできたらなと思います。次に歌う曲は最近作ったばかりの曲なんですけど、最近雨が降ったり晴れたり、いろんな季節の変わり目でいろんな天候で、もうすぐ梅雨が待ってるんですけど、急に雨が降ったりなんかそういうので、自分の気持ち的にも梅雨だなみたいな風になるんですけど、梅雨っぽい曲を作ろうかなと思って、気持ちと天気と照らし合わせて作りました。2曲目聴いてください。危険な遊び。さみだれが続く日々の中、淀む空は込み上げる、あなたからの着信をずっと待ってた、
虜になってしまうよ。わかっていてもタバコの匂いに思い焦がれる私の、あ、タバコの匂いに思い焦がれる私の火はまだまだ燃え続く。会いたいなって言葉が不甲斐なさを招いて言えない心を確かめる。けれど不甲斐なさを招いて好きなんだ。さみだれが続く日々の中歪む空は込み上げる私のどっちつかずさに足が止まった言葉で伝えられればあっという間のことだってわかっていても一夜だけの恋太陽を求めて私の火はまだまだ燃え続く会いたいなって言葉が不甲斐なさを招いて見えない心を確かめるラーラー会えないわけはないけれど不甲斐なさを招いた好きなんだ。だった。ありがとうございます。次の曲は出会いと別れを大切にしてしようと思って作った曲です。今高校生になって1ヶ月経って毎日学校に行って新しい仲間と生活してるんですけど、その中でも中学校の時の友達に会いたいなっていう気持ちになったり、でもなかなか会えなかったりするんですけど、その中学生の時に作った曲で結構思い入れがある卒業の曲を歌います。聴いてください。卒業、そしてこれからみんなそれぞれの道でまた会う日まで参考書作業のような毎日、ああこのまま逃げ出したいなんて今だけ弱音吐いたってそう構わない。過去をインプット未来でアウトプット、明日の自分は自分で切り開け。負けないで新しい自分探してきっときっときっと新しい自分見つけてきっときっときっと乗り越えて、ああこのまま遠くに行きたい、ありきたりな言葉で
応援される毎日。ああこのまま逃げ出したいなんて、期待に応えられなくても構わない。過去をインプット、未来でアウトプット、毎日毎日時代を切り開け。負けないで新しい自分探して、きっときっときっとあるから、立ち向かえ新しい自分見つけて、きっときっときっと乗り越えて。自分探して、きっときっときっとあるから、立ち向かえ新しい自分見つけて、きっときっと君ならできるから、負けないで新しい自分探して、きっときっときっとあるから、新しい自分見つけて、きっときっときっと乗り越えて。ありがとうございました。あずみでした。ありがとうございます。次のステージは同級生の同い年のりんちゃんなので、皆さん楽しんで聴いていってください。ありがとうございました。ありがとうございます。今日は新曲披露してくれてどうでした？いや、なんか昨日できた曲なんですよ。できたてほやほやもうでも歌詞間違えちゃうっていうか、もう頭が真っ白になって、もう1番の歌詞を2番行ったり、2番歌詞1番行ったりみたいな。今日レア回だ。え、そうですね。聞けてラッキー。できたての新曲ありがとうございます。はい、また来月もっと完成させてもう一回歌います楽しみにしてます。ありがとうございました。ちょっと今日のみんなに聞いてるトークテーマ、日焼けについて。日焼けですか？はい。あ、でもピチピチ高校1年生だからね、気にしてるかなって、ね、意外と中学生の時、日焼け全く気にしない人で、うん、そうなんだ。なんか友達とかみんな塗ってても、うん、別にいいけどなみたいな思ってなんかもう焼けてたんですよ私。黒くなって、うんうん、別にいいなって思ってて、うんうん、だけど高1になってなんか急に日焼け止め買いに行って急に塗って急にねいやでもこれからどんどん大人になるにつれて、ね、本当に紫外線怖くなるからそう、もう中学生の自分が怖いみたいな、うん、もうすごい焼けに、まだ大丈夫だと思うけど、うん、そっか、じゃあこれからは日焼け対策で、ね、また夏本番になるので対策しててください。ここに立ってても、ね、夏になったら、ね、ここも日差しが、ね、そう強いのでみんなで気をつけていきましょう。じゃあ今日ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。